名シーンのね、モノマネとかやったら、うんうん、はい、カズハヤくんのちいちゃんが、ヘズィオッケー、そこの俺石ボラン、石ボルの好きよな、パってくる。お前さ、石ボルの好きよな、昔からな、石が一番好きなんだっけ。石掘ってきて石頼んだ。もちろんジャックハンマーはないよね、そんな高度な文明は。当たり前やん、ビッケルジャックハンマーあったり。じゃあ捨て、誰かに本気のガチ切れされたことない？あ、ある？ないかも。本気のガチ切れ？笹さん？だから俺が気づいてないだけでされたる、されたことあるかも。ガチの、もうガチのやつ。お前さ、のやつ？殴り合いの喧嘩とか学生時代一回経験した。あ、そう、小学校の時は全然あるかも。でも俺怒らせる方じゃなくて怒る方やったからな。でも一回だけだな、小学校の時も。ガチ喧嘩、髪の引っ張り合い、しょうもない喧嘩やったよ。いや、もう全然あんまり覚えてないけど、いや確かなんかその俺が好きだった小学女の子のあっちもなんか好きみたいな、両思いなんじゃねみたいな、え、お前らさ両思いなんじゃねみたいななって、でその女の子に陽キャ男子が、あの俺の体操着をすっごいなんか投げつけたり、お前ゲイ君のことお前好きなんやろ、お前これお前えーってやって、なんか俺の体操着をこうやって、そう、それに怒ってもうガチ喧嘩、ボッコボコにされたそれぐらいしかないな俺。喧嘩、ボッコ、馬乗り、もう馬乗りでも、もうだ、もう何考えてもかぶっちゃいそう。かぶってもいいんすか、 YouTube って。まあかぶってもなんか独特なやつはかぶる前に、やっぱ一応連絡はするっすね。やりたいんですけどみたいな。ありきたり、もう1万円企画とかもう誰が最初かもわからんしってことですよね。あ、そう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 、はい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 、もうだからもう言ったらジャッちゃんとか釈迦さんがもうメントスコーラやってみた、ね、古い5年遅い、うん、まあでも改めてやるといいかも。俺本当にね、尋常やったことあります？ちなみに、いやー、いいえ、ないですね。あ、意外とやってみるとね、想像以上よ。ね、やっぱね、胃の中でメントスコーラやるぐらいじゃないと。ああ、うん、全然いけます。でもやっぱ、はい、なんか怒られそうなんだよな、そういうことしたら、子供が真似するっつってな。そうなんすよね。うん、子供が見れないようにしてほしい、YouTube はもう。それはそう。それはそう。ちっちゃいお子さんとかはめっちゃ見ますからね。もう同じ動画を繰り返し見るから、ちっちゃいお子さんなんかは単価が高い。もうだから単価がすごい。やめなさいやめなさいやめなさい、ずっと見続けるわけやめなさい、はい、子供なんかええあれやね、やめなさいあ、ごめんなさいごめんなさい、危ない危ない、そうかそうかそうか、危ない、配信中か今これええあれやで、ええあれやで、全部出てる。ええあれやではもうかなりまずい。全部出てる。やってるね、それは。めっちゃだからササティックさんの観察めっちゃ。ササティックさんやめて。なんでよ。なんでよって、なんでよ。なんでササティックさんなのよ。ササティックさん。毎回引っかかる喉にういって。なんかだってササで終わってたらいいけど、うん、チックついてあるやん。サササンでいいじゃないの。ササティックさんやほぼ初対面みたいな。じゃあ関さん、関さんなんて、関さんなんて呼ぶの。ユタ近距離近関さんがユータなら、まあ、ササさんは優雅か。あでもね、笹さんね、俺タルコフさやり始めた一緒に、
もうねやり始めて、うん、本当もう 2,3 日目ぐらいで笹さんって笹が3つだから呼びづらいよねっていう話をした時に、うん、優雅でもいいっすよって言ってた。おら、自分から言うのなんか珍しいね笹さんが、うん、だからね、うん、俺はねそう、うん、意外じゃんそれ言わなそうじゃん笹さんってそういうこと、うんうんうん、だからねめちゃくちゃ覚えてる。ラボいたちなみにレッドカードキーの下にいたねあのロッカ金庫がある場所、ユーガルート、うん、ユーガルートだなあそこキュンって覚えてるやん、めちゃめちゃ覚えてる。さて、うん、それで言ったら俺もカイトさんって最初言ってたけど、ヘンディ、なんでヘンディになったの？もうそれは初めてあのちーちゃんとコラボした時に、うんうん、なんか僕は関西弁やから、うん、あの服部平次のモノマネをしてと、じゃあ私がカズハやる。待って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 。ちょっと待って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 。どうしたんですか？ちょっと待って。全然入ってこないよ。話が入ってこないぐらい別の場所が気になる。入ってくるでしょ。まあエーペックスをやってて、やっぱあのちーちゃんすごいエンタメを大事にする人なんで、はいはいはい、えらい大事。エーペックスをするよりもなんかこうトークをしたりとか、なんかこうモノマネできることがあったらモノマネちょっと振ったりとかするんですよ。だからそれで、うん、まあ、その僕は関西弁やから服部平次をやって、うん、じゃあ私がカズハやる。もうそれカズハやりたかった。まあ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 、でまあ話したら殺すでとか言ってたんですよ、うんうんうん、なんか名シーンのねモノマネとかやったら、うんうん、ならカズハヤ君のちいちゃんが、ヘンディー滑舌がちょっとあんまよくなくてその時その時ね、そうで、いやヘンディーなってモテる海外の方みたいになってモテるから俺平次やでって言ったら、そっからヘンディーヘンディそっから平次ヘンディーになりましたね。え、そうなの？そうですそうです、マジかよ。え、ヘンディーってうん、え、そうだ、エイペックスからついた名前なのこれ。そうなの？そうそうそう、マジでのコラボで、ヘイジーヘンディ、そうからヘンディに。初めて知ったわ。なんか、そうなんだ、ミドルネームかと思ってた俺。それの切り抜きがなんか伸びて、でありがたいことにいろんな人からこうお誘いを受けるようになって、はあ、はあ、でそこからどんどんこうヘンディで浸透していったって感じですね。あ、そうなんだ。一人まだやるんだったら阪神街参加しようかな言うてる人いるんだけど。あ、いいねいいね、阪神街参加、うん、まだやるんだったら阪神街参加しようかな言うてる人いるんやけど。いや、もう誰か分かったよ。分かったわ。分かったわ。じゃあ呼びます。明るすぎて、まぶしい。教会のような暖かさを感じるこれ。ねえねえ、ペットボトルゲットした、ペットボトル。ありがたすぎるって。でかい。ペットボトルでも褒められようとしてるって。なるほど、それはまあそれは甘やかしすぎて。甘やかしすぎ。やばいやばいよ、実際それは何でもしいんだから。やばい、うん、お前いっちゃいすぎよ。やばくねえよ。待って、ペットボトル2個でかすぎだろ。それはでかい。どんだけ尻尾振ってんだって。これやばい。工具箱みたいなやつか。そう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 、あれから出る。あれから出てる。ジャックハンマーもね、1.5% ぐらい、0.5% かな。コンポ入れるね。ギターいる？うわ。ギター欲しい。ギターいる？ナイスナイス。一番欲しそうじゃないやん。ちょっと弾けんの？一番欲しそうじゃない人がいる。あれどういた？ほらほらほら。はい。ちょっとサバター買ってんのかなこれ。刺さってそうね。刺さってくれよ。はいはいはい、はい、木のシャッター、木のシャッター落としたっす。あ、じゃあみんな聞こえてなかったんや、はい、みんなまだ昼だから。はい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 、すいませんすいませんすいません、ですよね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 、ですよね。ギターあのコンプのとこ入れときますね、ギターは。はい、ありがとう。いや、それササに言ったらまずい、捨てられる。捨て、ちょっとササ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 サ捨てないよ。オッケー、いつでも行けるよ、ファーム。もう出てるよ。さすがに。一人遅れてます。ちょっと待ってください。了解了解。ちょっと待ってください。ギターに愛着を持ったものが。コンビニ箱だけ取りたいな、分解なしで。一人遅れてます。カバーもらえる？やめてください。いいよ。布のね、この赤い闇。おお、すげえ。弾の数的に3人これピストル持ってっていいよ、これ。26発持っていきます。だってよ、だるまさん。持っちゃって、持っちゃって。
3人持っていいって。ああ、俺でもめっちゃ使ってたけどな。俺もめっちゃ使ってた。俺多分だるまさんよりモンハンの弓うまいけどな。いやいや、俺めちゃくちゃうまいけどな。でもリカがちょっと爪とか破壊してたけどな、弓。あんな動く飛びかかちゃう。俺ナルガクルガのあの顔壊してたけどな。いや、何でも尻尾壊せる人ね。尻尾切断してたけどね。尻尾切断してた。じゃあお前弓や。じゃあ俺、ね、リボルバー使うわ。よし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 。俺ハンドガン持ったらアレルギー出るから。そう、一番弓や。これ何発だ？18。イノシシおる。イノシシ発見。了解。一撃撃てます。発見。撃てます。一二三。はい。パス。パス。こやつら。いいよ、練習の成果出てるよ。行って電話ちょっと出て、サボテンに引っかかってる時に電話来た。えい。どうした？取っとくからな。オッケー、そこの俺。石掘らん？石掘るの好きよな。パってくる。お前さ、石掘るの好きよな、昔からな。誰？昔から石大好きだよね。これね。もう誰か分かった。まあでもあの人でしょうね。お前さ、昔から石掘るの大好きよな。お前来るべ来るべ来るべ。オッケー、じゃあ、VCC のディスコールからさ。オッケー。いや、来てくれ。はい。もう夜になっちゃう、ちなみに。エオカピストルゲットしたよ。ナイスすぎ。なるんだ、うん、それジャスさんの方に向けてさ、はい、一回カチってしてみて、石エオカピストルでやってみていい？一発は無理よ。これ何なの？どういう仕組みなのこれ？打ってみたら分かる。打ってみたら分かる。あ、そうそう、打ってみたら分かる。打っていい？いいよ。ほんまに？いいよ。お前どんだけ運いんだよ。なんで一発でこれ出てんだよ、たま。おい、死んだで。一発で出るの珍しいね。え、すげえ。かなり運いいよ。どういうこと？それだから火打ち石みたいな感じでこうマガジンに火がパシッっていったら、マガジンじゃねえや、なんかその起動するんよ、運で。弾が飛ぶかどうかが運なの？そうそうそう、カンカンカンのやつがパーセンテージなの。だから一発出ることってなかない。すごい。そう。ねえ、もう一回やらせてよ、ジャスパー。なんでよ、もう HP なくなった。俺食料結構あったのに。キー行くよってなる。帰ったら、ね、遊んでいいから。いいよ、じゃあもう一回だけ。ハケットと一回だけ。一発ね。一発で出すなよ。三は出るやん。三は。3は出るの結構。2。うわ、2でいくよ。え、うん、3、4、5してる、5してる。お前、運悪すぎ。え、撃ってない。え、撃ってない。え、もう6回ぐらいカン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 ってしてなくない？あ、長押し。そうそう、長押し。あ、長押しなんだ。そう。ちょ、向けていい？いいよ。2回ね。出てた。だるすぎ。おはようシス。おはようございます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 。神だ。神が来た。でか。おお、ヘンリーさん。石が一番好きなんだっけ。石掘ってきて。石頼んだ。石大好きよな、シス昔から。俺はなんか地下労働人かなんかだと思ってたでしょ。いやいや、地下は俺たちが行くから代わりに石頼んだ。もっとひどいかこれ。もっとひどい。せめて連れてってくれ。近くぐらいは。まあ。もちろんジャックハンマーは？ないよね、そんな高度な文明は。当たり前やん。ビッケルね。ジャックハンマーあったら4番。ジャックハンマー。ジャックハンマーあったらシスは4番。ジャックハンマーの方が高いか。痛くなかったよ、ジャスの。ごめん。ごめん。すごい甘々っぽいしかったな。ちょっとさ、みんな、一個いい？あ、はい、一番外のドア開けるときだけ、一応手前のここだけは閉めて。怖いから。あ、了解。気をつけろよ。誰だ？誰だ？はい。俺でーす。全員。全員じゃない。おい、謝ろうぜ、みんなで。全員で終わるか。
ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、謝罪は求めてない。はい、すいません。結果だけか。結果だけか。ファームしてきてくれれば全然いい、本当に。あざす。締め忘れても。カタチックも。これいけまーす。ポレた。ポレた。ナイス。ナイス。左ない、左ない。はしごで登ってきてる。うわ、これショッタルあったら無理だな。俺全部、裸で行く。落とすね、ここに。これ、見といて。したい。行ってきます。ほっ、ショッタル。ブエー。でも大丈夫。入れた、入れた、入れた。あ、入れた？ギリギリ生きてる。待って、俺、TC 壊すわ、TC 壊すわ。ベッド壊す、ベッド壊す。はい、ベッド壊して。じゃあ、周り見とくわ、俺も。待って、布がないかな。俺、回復なくて死ぬ。待って、布俺下に落とすよ。いやね、取れないと思う。拾えないと思う。拾えないか。ベッドだけ壊すわ。ジャス、炸裂とかも落とせない？それ上から。無理？いや、玉抜きできる、玉抜きできる。あ、湧いてきた。死んだ、死んだ、死んだ、死んだ。終わった、こいつの拠点。ナイス。横飛んもあれ。え、玉抜けた？玉抜きす。ごめん、ミスった。うっさい。じゃあ、今度。